こんにちは。本日のニュースをお伝えします。新たに都市ができた模様です。都市の名前はクエドラシティ。人口はおよそ500人です。まあ私自身が思ったことですが、都市名に自分の名前を使うのもいかがなものかと思いました。まあこういう名前の付け方をする人はきっとネーミングセンスのない方なのでしょうか。失礼な、ネーミングセンス嫌いあるっつんの。おや、誰かの声が聞こえましたが、空耳でしょう。この後はシティーズ、スカイラインズです。どうぞ。こんにちは、市長になって2日目のクエストドラゴンです。今日こそは絶対に破綻させる、霊夢だよ。ウプ主の都市がしっかり成長してくれるのか心配なマリサだぜ。というわけで、今回もシティーズ・スカイラインズ実況パート2、やっていこうか。前回は確か、人口が500人を達成したんだったよな。それで、小さな集落のマイルストーンを解除できたんだったよね。前回は新しいマイルストーンが解除されたところで終わってたね。とりあえず、水不足を解消しないとな。こっち側まで引っ張っておこう。これで解決したな。そういえば、ゴミと教育と医療が解除されてるから、それもやっていかないといけないんだよね。確か。廃棄物やゴミを処理するために集積場や焼却炉を設置しましょう。ゴミ処理は公害を引き起こすため、処理施設は居住エリアから離れた場所に設置しましょう。居住エリアに溜まったゴミも時間の経過によって土壌汚染を引き起こすため、十分な処理施設を確保してください。集積場と焼却炉はゴミ収集車を派遣します。車両がスムーズに走行できるように考慮しましょう。大きな道路との接続がいいと、ゴミ収集車はより早く都市を巡回することができます。施設を建てる際には、道路から効率的な運営が行き届く範囲を確認できます。当たり前だけど、ゴミに関係する施設は住宅のすぐ近くに設置しないことだね。気をつけてね、ウプ主。あ、うん。気をつける。うん。聞いてなかっただろ。住宅から遠ざけて、集積場を設置するぞ。ゴミ出しが前よりずっと楽になりました。ゴミ出し。とりあえずは、土壌汚染がとにかくひどい産業地区の方に建てておこう。設置した瞬間にすごいゴミの山。ちゃんと動いてるな。集積場だから、ゴミの保管にしか使われないみたいだね。まあ、都市が発展すれば、いずれは焼却炉が選べるようになるよ。じゃあ、それまでは集積場で我慢だな。あれ？まさかの、労働者が足りない？ LHC にて小型のブラックホールの開発に成功。投げ入れたコインが消失したことを科学者チームが確認したという報告が届いています。エウレカ。12人中、5人しかいないね。なんだよ。あの CS クラウドインコーポレーテッドってのは、やっぱり住宅の需要がある。商用や産業の需要がなくなることは見たことあるけど、住宅の需要がなくなったところを見たところがないよね。このシリーズ。そういえば、そうだったね。とにかく、住宅地区の面積を増やすのみ、だな。一番この都市で多い地区って、住宅地区だよね。住宅が建てば、労働者問題も解決するだろうな。再び、電力が危なくなってきたんじゃない？まあ、それもそうだけど、他の項目も見てみよう。さて、この後はどうするんだ？医療サービスを提供していこうかな、って思ってね。医療サービスが発展しても、いずれ人は終わりを迎えるからね。一応、情報流も見てみよう。当たり前だが、充足度はないな。確か、最初は診療所しか建てられないんだよね。教育もないよね。学校自体がないもの。それじゃあ、医療について見てみようか。市民の健康を維持するため、医療施設の数と道路の接続状況をご確認ください。公害、犯罪、水質汚濁などは市民の健康度を低下させます。救急車は病人を搬送しますが、患者は自家用車を使用することもできます。年月が経過すると、市民は健康であっても最終的には死を迎えます。遺族は哀悼の意を表して、死者を墓地に埋葬します。墓地や火葬場は死者を搬送するために霊柩車を派遣します。施設を建てる際には、道路から効率的な運営が行き届く範囲を確認できます。
医療車両には救急車と霊柩車があるみたいだね。それから、公害、犯罪、水質を抱くには十分気をつける。わかった、ウプ主。おい、大丈夫か、診療所を建てるぞ。なるべくなら、多くの人たちに提供してあげたいところだね。いい場所に設置できればいいけどな。緑で表示される道路はサービスを受けられる規模を表しているから、なるべく多いところがいいね。すべての人に医療、治療を求めて市民で溢れています。インフルエンザ予防接種。少しずつ、都市も発展していってるね。いずれは警察と消防も必要になってくるからな。一番厄介なのは火事だよね。工場とかは特にひどくなるだろうね。あ、なんだよ。東西薬品って。ああ、そうだけど、商業と産業ほぼ全域と、一部の住宅は名前が変わってるよ。なんで名前を変えちゃったの？ここは確か前回変えたハンバーガー屋だよな。トップジーンズって。トップスとジーンズの掛け合わせ。ここは薬屋薬品だってよ。薬屋っていうよりも、ファミレスじゃん。あ、ここは最近できた店だから、まだ名前が変わってないね。もう変えなくていいよ。ウプ主。あ、工業の労働者数問題が解決したみたいだね。CS クラウドインコーポレーテッドか。あ、住宅の需要がないね。おお、やっとなくなったね。いずれまた増えるぜ。施設の場合はいろいろな操作ができるみたいだね。予算パネルも開けるらしいな。もちろん名前の変更もできるみたいだね。いや、変えなくていいから。で、いくつ変えたくなっちゃうのが人間の本能ってやつだよね。やっと変えちゃうんだね。ウプ主。本当に真面目に考えてくれよ。まあ、俺が考える名前はみんな普通の名前だけどね。普通じゃないから言ってるんでしょ？ウプ主のネーミングセンスってどうやったら磨かれるんだろうな。おそらく、ウプ主のネーミングセンスはどうやっても磨かれないでしょ。よし、そろそろできるよ。第一ゴミ集積場、か。なんか、普通。仕方ないでしょ、そのぐらいしか考えられないの。じゃあ、ウプ主はこのゲームをやめるべきだね。なぜ？ちょっと倍速だぜ。以前の4の形の道路は影もなくなったね。ちょっと再び情報流を見てみよう。やっぱ高速道路付近は騒音が大きいな。商業地区もそうだね。工場は相当ひどいね。しかもウプ主、電力不足だよ。そういえば、さっき確認した時にも、イエローラインに入ってたよな。もしかしたら、より発電所がいるのかもしれないね。ここはやっぱり風力じゃない？お、風が最も強いところを発見。川沿いよりも強いな。なるべくなら、推定発電量が最も高いところに。視聴最高。これからはグリーンエネルギーの時代。グリーンエネルギー。あとは送電線だね。工場の方につなげようか。うまい具合に配置できないな。なんか、ウプ主、こういうところにはこだわってるよな。これでよし、と。一気に充足度が上がったね。さて、電力不足のマークは消えるかな？あれ？消えない。お、消えたぞ。充足度も上がったね。大丈夫そうだね。毎回思うんだが、やっぱり工場の近くって汚染がひどいよな。いろいろと作っているから、工場の煙とかが結構ひどいよね。情報流で何か足りないところとかがあるの？充足度とかも確認しておかないとね。そういえば、教育がまだだったな。そういえば、小学校がアンロックされてたね。ただ、確か建築費が1万ドルだったような気がするんだよね。となると、まだ足りないね。汚染は当たり前だが、工場付近と下水道が汚いな。川も若干茶色いね。汚いのかな？いろいろな項目があるみたいだけど、解除されてないものも多々あるからね。人口は子供と10代が増えてきたな。地下は川沿いが高いね。緑で示されている場所はまだないね。天然資源は木が多いな。肥大な土地もあるみたいだね。交通量は大丈夫かな？
合流点は交通量が多くなって、渋滞が起きやすくなるんだよね。でも、今は空いてるね。やっぱこの辺りはうるさいな。あれ、また新しいお店が立ち始めてるね。ただでさえ高速道路がうるさいのに、さらにうるさいな。ここ。まあ、うるさいけど、家のすぐ近くにお店があるから、手軽に行けるね。やっぱりうるさいみたいだな。商業地区周辺は、高速道路付近も相当うるさいね。風力発電所は風が強いところに置くと、めちゃうるさくなるみたいだね。お、ここでオートセーブが入ったね。騒音を軽減してくれる街路樹のついた道路はまだ解除されてないみたいだな。都市をより発展させて多くの道路を解除していきたいところだね。環状交差点、小さいって書いてあるけど、どのくらいなんだろうな。試しにどのぐらいなのか見てみようか。でか。このサイズで小さいってことは、これよりももっと大きいサイズがあるってこと？いろいろな道路があって、バリエーションが豊富だよね。ちょっと倍速だぜ。また。ちょっとお店の様子を観察。サラダショップってなんだよ。リップベジタブル。そう？ヘルシーだね。ここはコンビニか。フォーファミレスの外観だよね。デザインと名前の組み合わせはランダムのようだね。地区の解除は人口1000人到達だな。公共交通機関は人口2600人到達で解除だね。もっと人口を増やさないとだね。とりあえず、ここの通りの様子をご覧ください。まあ、こんな感じです。路上駐車している人が数多くいたね。まだ新しい土地の購入はできないな。まあ、土地を買うほどの予算を持ってないから、いいんだけどさ。土地に困ってもいないでしょ。一瞬渋滞かと思ったら、ただの路上駐車の奴らがたくさんいるだけじゃねえか。次のマイルストーンは人口1000人到達で立派な村が解除されるね。最新ニュース新時代のノストラダムスが世界の終焉を予言、何度目か。今の人口は790人だから、あともうちょっとでマイルストーンを解除できるね。工場が相当汚いな。あそこだけ大幅に空気が違う。まあ、工場群だもの。仕方がないよね。ゴミ集積場だってあるからね。下水道は動いてるな。組み上げポンプも動いているね。充足度も大丈夫だと思うぜ。ゴミ集積場も動いてるね。まだ集積場は1個だけで十分そうだね。住宅地区は静かでいいよな。あれ、この辺は住宅が建ってこないね。一応、ライフラインも確認してみれば？電力は他の建物と通電してもらえればいいかな。水道管を引き伸ばしておこう。やっぱり道路沿いに引くんだな。これで立ってくれればいいね。お、下水処理場もあるんだ。まだ解除されてないな。そういえば、前回のシティーズ、スカイラインズで、たったの1週間で視聴回数が100回以上に行ったんだよね。へぇ、すごいな。あんなウプ主の動画を見る人がこんなにもいるんだな。あと、なぜかゆっくり茶番にあるトイレ需要のネタの視聴回数が200回を超えてるんだよね。すごいね。みんなトイレネタが好きなのかな。住宅も結構建ってきたけど、やっぱり需要は残ったままだね。人口は増やし続けなきゃダメみたいだね。あれ、あそこになんか標識が立っている。見られるかな。
これ以上ズームできない。まあ、いいか。無理に見る必要もないからね。夜景も綺麗になってくるかな。このぐらい建物があると。雑貨の手抜き屋ってなんだよ。なんか、手抜きっぽく見えたから。お店に失礼でしょ。ここはさっき見たな。だんだんと発展してきてるね。まあ、最終的には破綻だね。だから破綻しないっての。再び夜になってくるな。続々と建物が建ってきてるね。都市の発展も順調に進んでるね。都市が発展して市民がここに越してくると住宅が増え、車が増え、交通量が増え、様々なサービスなどの需要が高くなっていくんだよな。あ、相変わらずの路中の長だが。ここ、結構すごいよね。なんか人の歩くスピードが速いと思ったら、2倍速になっているのか。情報流を見てみよう。何か変わったところはあるかな？交通量はまだ余裕がありそうだね。この先、交通量も問題になってくるよね。おお、じわじわとライトアップされてきたな。ちょっと経済で、予算を 100% に戻しておこう。ついに戻ったね。うぷ主、融資は借りるものじゃないよ。わかってるよ。あれ？また労働者不足？アイスキューブファクトリーって？しかも2つあるぜ。ゴミ集積場の隣に雑貨屋。来る客はいるのか？前よりは綺麗な都市になったね。お、ここにも住宅が建つみたいだな。労働者不足問題、早く解決するといいな。そういえば、一番最初に出した茶番動画、再生回数いくつ？だいぶ時が経ったし、結構見てくれているんじゃない？何しろ、あのトイレ需要が200回を超えているんだし、それ以上は言っているんじゃないのか。いや、それがね、もうかれこれ3ヶ月は経つんだけど、視聴回数は70回と、結構乏しいんだよね。じゃあ、なんでトイレ需要だけがあんなに飛躍して視聴回数が伸びているんだ？シティーズ、スカイラインズのエンディングには再生リストとおすすめ動画のリンクを載せているから、おすすめの欄にトイレ需要のリンクが貼られているんだと思うよ。なるほど、つまり、そこからトイレ需要を視聴者さんが見てくれるんだな。子供は小学校、10代は高校、青年は大学で教育を受けることができます。教育機関によって卒業する年齢が決まっているため、住民の教育レベルを向上させるには時間の経過が必要です。学校制度によって教育を受けた大人は、様々な産業やオフィスにおいてより高いレベルの仕事をすることができ、都市のテクノロジーレベルを向上させます。施設を建てる際には、道路から効率的な運営が行き届く範囲を確認できます。とりあえず、まずは小学校からだね。緑の道路がなるべく多くなる場所に建てたいところだな。どの辺がいいんだろう。ここでいいか。マヨアが教育に注力、市民はこれに賛成。ノーモア在宅教育。うぷ主、資金が487ドルだぜ。まあ、税金でなんとか賄えるよ。結構いい感じの小学校だな。って、早速名前変えてるし、うぷ主。ただの小学校だけじゃつまらないでしょ。小学校は小学校なんだから、そのままでいいじゃねえか。でも、現実世界には小学校っていうだけの名前の学校はないでしょ？現実とゲームを一緒にしちゃダメだよ。うぷ主。クエドラ第一小学校。なんで自分の名前を小学校の名前につけちゃうんだよ。うぷ主。だって、俺が創立者でしょ。それでも、もうちょっとマシな名前を考えられなかったの？あ、もうちょっとで人口1000人に到達しそうだな。あれ、でも、工場の労働者不足問題は解決してないね。やっぱり、小学校一つだけだと、都市全域には渡ってないから、充足度もギリギリだね。まあ、もうちょっと財政に余裕が出てきたら、2個目を作るとしよう。資金が1000ドルぐらいじゃ、小学校なんてほど遠いな。あ、頑張れば、4型道路って認識できるかもね。これ、4って見えるか？人口1000人到達まであと3人だね。住宅の需要が高くなってきたから、地区を増やそう。内側の部分に。
こんなところかな。立派な村の実績を解除できたね。エリア解除、地区、条例、2個目の融資、特区指定、公共サービス充実の機能解除、消防、警察、特殊施設のサービス解除、産業特区として、林業重視、農業重視が解除、条例は省エネ、水道使用量制限、火災報知機の提供が解除、新しい施設として、消防署と警察署が解除されたな。特殊施設は自由の女神像、凱旋門、ブランデンブルク門、エッフェル塔が解除されたね。今設置できるのは自由の女神像だけだな。一気に入浴感が出る特殊施設だね。自由の女神像は多くの観光客を誘致します。その壮麗さは世界中に知れ渡っています。って書いてあるね。ちなみに俺はニューヨークに行ったことはありません。まあ、ウプ主の実力じゃ無理だよな。モニュメントはないみたいだね。オカルゴベアンメントが都市の発展にゴーサイン。都市の発展。あ、資金が2万ドルまで回復したね。お、それじゃあ、また都市の発展に使えるね。くれぐれも、使いすぎには気をつけろよ。情報銃を開いてっと。よし、やっと開けた。教育はちょうど境目の位置だね。それじゃあ、小学校を建てていこうか。小学校一つ建てるのに1万ドルだぜ。あまり行き届いていないところに建てていきたいね。学校建てるだけで、自分の家が取り壊されるという悲しい建設。ここで行こう。OCP のお掃除ロボットの新製品はすごい。皿洗いも洗濯も部屋の掃除もやってくれる。お手伝いロボ。お手伝いロボっていうよりは家政婦だよな。そういえば、この労働者不足問題、未だに解決してないみたいだね。住宅の需要がまだあるからな。ちょっと待って、黒字額が減ってきてる。このままじゃいかん。ああ、一気に診療所、集積場、小学校を建てたから、こうなったんだな。ちょっと経済を出して。融資は？うく主、融資だけはダメだよ。次の融資は人口が2万人で解除だな。やばいよ。予算を下げよう。またケチった。仕方ないでしょ。もう、ゴミも下げよう。ゴミだけは 5% だけ下げたんだな。よし。なんとか回復した。また下がってきたら困るから。すごくテンパってるね。早く、破綻の心構えを持った方がいいよ。まだ破綻しねえよ。減ってる。予算を下げただけじゃダメみたいだな。どうすれば？何もできなくて、ただカメラを動かすしかないウプ主。笑った。上手。とにかく、何か対策を取らないと。無駄な維持費とかがかかってないかな。落ち着いて、よく観察するんだな。ウプ主。そういえば。とりあえず、労働者不足問題も解決しなきゃいけないし、ここの細いところにも住宅地区を設定しよう。お、回復し始めたな。くそ。上がったり下がったりではっきりしないな。存続なのか破綻なのか。一体どっちだ？税金の操作ができるな。すべて 10% に引き上げ。うわ、引き上げちゃったよ。税金。この際仕方がないんだ。でも、たったの 1% だけだから、大丈夫。あとはなんだろうな。維持費とかかな？無駄に不必要な施設を設置してると、維持費がかさむからな。何か壊せないかな？いくらかいらない送電線があるから、取り壊しておくか。都市の多くは隣り合った建物同士で通電しているから、送電線の役目が減ってきたね。取り壊しっと？意外と言いづらいな。よし、まずはここはいらないな。壊していこう。あといらない部分は？四角で囲まれているところは、どちらか片方、壊さないか？そうだね。こっち側を壊そう。建物が建ってくると、送電線って、いずれはいらなくなるよね。ここもいらないな。四
少しでも維持費が削減できればいいな。こんなところかな。他のところは一応残しておいた方がいいよね。電力が通らなくなっても困るからね。よし、大丈夫だね。お、地区の設定ができるらしいな。ちょっと見てみようか。産業区画や商業区画は、特定の産業に特化した特区として指定することができます。特区には都市全体のものとは異なる独自の条例を制定できます。特区を指定するには、特定と区域を選択し、丸を長押しして特区に指定したい範囲を塗りつぶしてください。特区から除外したい範囲がある場合、四角を長押ししてください。特区の情報画面内の名前の変更を選択して丸を押すことで、特区の名称を変更できます。特区の情報画面はアドバイザーの特区モードから開くことができます。特区を指定するには、特区指定区域から特区タイプを選択し、指定したエリアに適用します。特区を指定すると、該当エリアにある建物は特区に対応したものに建て替えられます。特区を指定すると、独自の条例を制定できたり、特区に対応した建物ができるみたいだね。Are you ready? うぷ主。お、OK。のレアドイだろ。まあ、今は指定しなくてもいいんじゃないのか。あれ、誰かな？表示されない？まあ、このゲームもリリースされたばっかりだし、不具合はつきものだよね。まあ、いいか。条例パネルから都市や地区の条例を制定できます。地区を選択し、地区条例を制定しましょう。条例についても、少しぐらいは覗いてみたらどうだ？省エネは重要です。この件に取り組む一番の方法は、施設に電力メーターを設置することです。か、火災報知器は、市民に安心感を与え、消防士の仕事を減らすために火災報知器を設置するらしいな。料理の失敗による火災発生をなくす。じゃなくて、減るそうだ。維持費は建物1軒につき5ドル。か、大都市だと条例はきついな。この都市もだんだんと賑やかになってきたな。そうだね。都市の成長はまだまだ続きそうだね。この都市が全て異様に発展したら、破産もしようね。はい、普通の。いずれは破綻するさ。いずれは。はい。と、言ったところで、今回はこの辺りで終わります。次回、うぷ主、破綻する。破綻ネタ本当に好きだな。次回は消防と警察も出さないとだな。どんどんサービスが解除されていくから、維持費とかがものすごいことになるな。市長も大変そうだね。都市の全てを担っているしな。それじゃあ、終わろうか。ご視聴ありがとうございました。